皆こう言った。息抜き、困難に挑み、ましてや勝利し、大名になることなど無理だろうと。だが全て覆してみせた。真の統治者は荒々しく勇敢であるべきだ。しかしこの世の美しさや命の美しさを慈しむことも忘れてはならない。恵まれぬ生い立ちにとらわれてはならない。そなたの行動と選択が世の中を形作る。それが戦の道であれ、血を流さぬ道であろうとも、いつかそなたは統治者となるか。桜の木のもとに安らぎを見つけるだろう。栄光をただ一人謳歌するか、苦楽を共にした者と分かち合え。犠牲の上にこそ遺産を築き、後世に残るダイナスティが生まれるのだ。